はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。ツイッターのブロック機能がなくなる代わりに、ミュートの機能を拡大して、やれることが増えるそうです。ただで使ってるからと諦めていた私的には、期待大だなぁ。私、パヨをブロックしまくってんですけど、私のツイートを見られたくない。何癖つけてくから、あいつら。何癖つけるは嫌がらせするわで、ろくなことないから、で言ってもわかんねえし日本語通じねえし、なので多数のパヨをブロックしておるんですけれども、まあまあミュートでそういう機能をつけばいいなぁ。まあただで使わせてもらってるからそのツイッターね、どうされてもまあ文句言えた筋合いじゃないんですけれども、ネットスラング弱者男性は弱を、弱者女性は弱め、略してね、天才が現れまして、ジェンダーに配慮して弱人、弱んちゅうにしようって、弱んちゅうなんか可愛いっすよね。中国人は中んちゅうとかになるのかな。あと都民はなんつうんだろうな、東京の人はなん、ちょっと難しいですね。トンチュじゃねえしな。まあまあ天才がいるもんだなって感じしました。今日の都内は33度、気象庁11月まで高温である、9月になっても熱中症に注意。世論です。秋ねえのかよ、よっしゃトマト植えよっと。真面目ですねこの人ね。涼しくなってから免許更新に行こうと思ってたのに。昨日一昨日エアコンぶっ壊れて気合で冬まで乗り切ろうと思ったのに。直すしかないですね、買い替えるかね。37度とかじゃなければいいや、暑すぎてピーマン不作だそうだ。そうなんだ。9月になったら涼しくなるから、凱旋その他政治活動再開と思っていた私、涙目であります。一体いつになったら最高気温30度以下になるのかな。長期予報では9月2日までは30度以下の日はないです、1日もないです。9月2日でも32度とかになっておりました。しゃあない、今はチラシデザインやアナウンス変更、デモ準備に精出すしかなさそうだな。不法滞在を許すなも大事なんですけれども、NHK ネット聴取反対の状況が進んでしまいました。ネット配信を NHK 必須業務と認め、利用者に負担を求めるべきと。従来 NHK が繰り返してきた内容とですね、全く同じものを自民党が提言としてまとめてですね、NHK と経産省じゃない総務省の主張ですね、自民党が追認した形でネット聴取実現がまた一歩前進してしまいました。っていうか自民党が提言したことになってるんですけど、それ自民党が考えたやつじゃねえだろ。なんかね総務省と NHK の作った文章を丸パクリして自分ら仕事しましたみたいな顔してんですけど、ちゃんちゃらおかしいですね。世論です。自民の提言来た、あれネットからは徴収しないって言ってたよね。ピンポン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 、 NHK でスマホありますよね。税金じゃねえんだから普通の課金制にしなよ。普通の課金制っていうのは ID とパスワード発行してそれないとログインできないようにして、普通の有料サイト、そうですね、国民に必要な情報届けてないだろ。次はマイナンバー紐付け徴収、全世界からどうやって徴収すんの。今の総務大臣思いっきり元民主だからダメだな。ネットに繋がってるだけで金取られるのは普通の国なら即敗訴、行政裁判からなんかやられてすぐ曲げるって話でしょうか。現総務大臣松本なんて言うんでしょうね、竹焼きかな、64歳は2000年から民主党議員デビューであります。2017年に自民党に入党、17年も民主党の飯食ってたです。たった5年でね大臣になってるのが不可解なんですけれども、安倍総理だったらこんな人事しなかったんでは。今でも NHK はネット事業に関してですね、必須事業化イコール利用者は負担すべきとネット聴取を正当化して各所に説明して回ってます。書類作って、今回それを自民党が認めた形でネット聴取に向け着々と前進しておりますね。現会長スマホ持ってるだけでは受信料聴取にはならないと思う、
ならないんじゃないかな、ならないといいなみたいなことを言ってましたけど、まあこれも俺の人気中和ってことなんじゃないでしょうか。それはあの真っ赤な嘘であります。逮捕者数がですね一般企業の50倍っていう、犯罪組織ですし、嘘つくなんて朝飯前ですよ。人殺しがですね、私は嘘つきませんっつっても信じられる？さらに、NHK 有識者会議の意見、一般有料チャンネルみたく ID とパスワード発行でいいのではっていう意見をですね、放送法15条あまねく全国のあれがあれで、見れない人が出るのは困るみたいなことで、抵抗してんですね。なのであくまで NHK はですね、全スマホから全パソコンから金取りたいっていうのが明白であります。ネットは通信で放送じゃねえ、15条って言うけど放送でだよそれ、通信だろうネットはで怒鳴りつける有識者はいなかったのかな。総務省の都合で人選しますから、そういうことを言いそうな人は、まあ有識者会議から排除されてるんでしょうね。私呼んでほしいんですけどね、自慢じゃないですけど、今私 NHK に関して日本で一番詳しいと思いますよ。内部の人を除いたらね、内部の人、外部、NHK 委員より詳しいと思いますよ、私。経営委員より。とにかく NHK はネット聴取を認めないし、諦めないし、サブスク方式も認めないし、日本人以外から徴収する気もないですね。ネットは世界中から見れるのに、世界、日本人からだけ徴収するのかって、いう難関を乗り越えて、結局どこに落ち着くんだか見物なんですけれども、涼しくなったら NHK ネット徴収反対でもやります。ご参加ください。9月の下旬かな、そういうわけで9月中はまだまだあの30度って話ですしね。その時だったらあの皆さんご参集くださいね。一般人はこう思ってんだよいうのをあの NHK に叩きつけないとね、調子こいてるから。岸田政権9月で打ち切り予定だったガソリン補助金10月以降も続けます。だそうであります。世論、減税は絶対に嫌だってさ、補助金も税金なんだが、年単位の施行停止ってある意味貴重、何が延長だってさっさと減税しろ。電気代は、電気代はどうすんの。石油会社を儲けさせるだけ、補助金もらっても値下げしません。維持でもトリガー状況には触れない、クソメガネクソメガネ、みんなあの言葉が悪いな。補助金で元売りに金渡して、元売りが値下げしてんのかって話なんですけど、確か元売りはどこもですね、過去最高益を叩き出したんじゃなかったでしたっけ。これあの補助金分をですね、そっくり全部値下げにあの回してたら、そんなことありえないんじゃないの。儲かった儲かった。もらった分、政府からもらった分、全部値下げ分に回したら、儲かった儲かったってないんじゃないの。素直にですね、ガソリン税を一時撤廃するトリガー条項を発動させればいいのに、160円以上が3ヶ月以上継続って発動条件はとっくに満たしてんのに、これにはだんまりのクソメガネ。あの、毒づきたくもなりますよね。私、車持ってませんけど、商品はすべて車で運ばれてくんだから、全商品に関係しますからね。電気代も一緒ですけどね。党だと、電車賃上がったら多くの人に影響出ますね。ただね、あの、山手線をですね、13両車両が一周しても、電気代数百円ってことなんで、そんなにそんなには、まあ、ほぼ人件費とインフラ代だよな。線路代、土地代、メンテナンス代だよな。まあ、あの、電気代2倍になっても、すぐにあの、電車賃が跳ね上がる、2倍になるとは、ならないとは思いますけれども、バカ自民、フィンランドの悲劇を学習せず、繰り返す模様であります。プライム企業は2030年までに女性役員3割を目指して、政府方針発表、企業に働きかけするそうですけれども、法律作ったりはまだしないで、企業に働きかけするそうなんですけど、政府からそんなこと言われたら、そんなの強制に近いですよね。世論です。岸田になってからどんどんパヨってるな。なんで結果の平等やっちゃうの？性別よりも能力重視だろ。義務付けたらそれは女性優遇なんだわ。かたやジェンダーフリーを歌いながら、一方では性別で割合を義務付けるって、誰もおかしいって言わないの。私たちは役員させられた点開催、これってただの女性優遇では、東証一部と二部とマザーズがですね、
プライム市場1830社、スタンダード市場1437社に再編されてました。私知りませんでした。ジャスダックはグロース市場っていう風に名前変わってました。なのでプライム企業とですね、プライム企業とは昔の上場一部みたいな一流企業みたいな、ニュアンス。これ従業員数だの、資本金なので、まあ、プライムがスタンダードかって分かれてるんですけど、当然プライムの方が、まあ、大企業、トヨタだの、三菱だの、そういうとこが入っております。フィンランドさん、上場企業役員4割を女にしろ法制定。1年後、上場資格を満たせなくなるほど、業績悪化した企業が 42%、半数近くが業績悪化。しかも上場できないってレベル、フィンランド経済大打撃&女性役員名義貸し横行、俺の会社に勤めてることにしてくんない役員として鈴木さんみたいな、そんな感じね。この失敗を繰り返そうとしているバカ自民、知らないのかもしれない、バカで一体誰に何を吹き込まれたのか、何か利権があるのか、いい人ぶりたいのか。大体役員になりたい女性はそんないないからね。2023年2月の調査、女性社員対象調査なんですけど、管理職になりたいと思わない 72%、これ理由はいろいろありまして、責任重くなるの嫌だとか、時間長引くの嫌だとか、まあそんなようなね、やりたくもないものを無理やり女性だから役員にするって女性にとってもむごい話じゃないのこれ。いい人ぶりたい欲望をつかれて、たやすく操られる自民党がですね、このまんまずっと与党続けてったら、日本の未来暗いですよね。女性枠を強制して、経済めちゃくちゃにならないと、目覚めないなら、まあそうすればええわって話なんですけど、もういっそめちゃくちゃになったらいいんじゃねえのかなって、最近は思いますよ。そうでもしねえと、みんな目覚めねえのかな、特に自民党のバカ議員どもは。で最近つくづく思います。明日から始まる原発処理水放流作業に韓国ネイバーニュース、日本漁民への保証金は用意しているのに韓国漁民への保証金はないのか、保証しないって言ってました日本政府、世論です。知らんがな、日本海には流さないけど当然だろバカ。お前んとこの原発の放水をちょっと調べてみ、韓国国内での風評被害は韓国で対応しろ。なんで日本政府から金もらえると思ったの、金を勝手に期待して勝手にがっかり。韓国漁民のパニックって韓国内のデマが原因でしょ。むしろ韓国側が騒いだ代償を日本に払うべきと、日本漁民は保証してもらえるのに妬ましいってことでしょうかね。さすが喜怒哀楽の代わりにですね、感情が妬み恨みそねみひがみでできてる韓国メディアだな。日本が放出しているトリチウムは年間22兆ベクレル、韓国は71兆ベクレル、中国は143兆ベクレル、一箇所だけでこんだけ流してたんて、中国だから、中国全土で言ったらもっと多いらしいんですけど、日本海は中間の出す凶悪汚染水でえらいことになってるんで、むしろ韓国が日本海汚染をですね、保証賠償すべきです。まあ、日本が韓国漁民に支払う理由も意味もなんもない。知らんがな。太平洋に放流して、海流一周してですね、まあ、日本海、韓国周辺の海に、たどり着くのは、まあ、1年後とか。だから、トリチウムって半減期が10日ぐらいなんですって。だから、たちまち、なくなっちゃうみたいなんで、フランスは1兆ベクレル放出してるんで、中間も大したことないっちゃ大したことないんで、まあ日本海側のお魚も美味しくいただきましょう。大したことねえから。魚介類の値段が落ちている。どうやって生きていけば。肩を落とす韓国漁民の皆さん。これも韓国メディアの報道ですね。どうやって生きていけば。いっそ痛みも苦しみもない世界に旅立てばいいんじゃないですかね。俺らそんなの知らねえわって話。もしくはですね、寝落ちの原因となった風評被害をまき散らしている韓国メディアを恨みに恨んだらどうですかね。生きる生きるための生きる目的
となるんじゃないですか、恨んでれば。日本においても、あの風評被害を作り出してるのはテレビ新聞、韓国はもともとひどいんですけど、韓国漁民の絶望はどうでもいいんですけど、最近知って驚いた原初仏教、初期の初期の仏教、どういうもんだかっていうと、モテなくて悔しい、死にましょう。貧乏が苦しい、死にましょう。豊かな他人が妬ましい、死にましょう。病気で苦しい、死にましょう。万事こんな感じでですね、なんかあの現世を改良することを諦めた人らの支持を集めたみたいなんですけど、私はあの嫌ですけどね、あの世界の改良を諦めるのはですね、古事記、日本作り終えたイザナギ、イザナミの御事に、この漂える国を作り固めなせ、天津神の進捗が下りました。作り固めなせって読むんだって。すりこせいすりこせいって言いますけれどもね、イザナギイザナミの娘がアマテラス大御神、天正大神、天正大神の孫がニニギの御事、ニニギの御事のひ孫が神武天皇なんで、その子孫である我々日本人はですね、天津神の進捗に従いですね、国をすりこせいする、作り固めなすのが日本人のあの存在価値、人生の意味、人生の目的ですね。まあこれあの中杉博士先生の受け売りなんですけれども、すぐね、あの自分の国から逃げ出す連中とは違うんですからね、我々はね。ですんでね、まあ生きる意味っていうことなんですけれども、難民、しない、移住しないのは、まあまああの日本人が一生懸命一箇所に命をかけるって言葉もありますよね。まああの神道のお勉強もできる靴沢良治のチャンネルでありました。メール党員になって日本改革党をお支えください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。